はい、こんばんは、こんばんは、ハレリア、アメン。皆さんこんばんは、ハレリア。ハレリア、こんばんは。はい、こんばんは、ハレリア。皆さん、ハレリア。ハレリア、アメン。はい、こんばんは。前田さん、こんばんは。今日も放送見に来ました。今日も一緒に見ている祖母から笑顔がこぼれています。アメン。今朝は油すぎがすごかったです。エイジさん、こんばんは。今日は6時間。聖書の勉強ができました。すごいですね。6時間ですか。すごいですね。はい、ゆいさん、こんばんは。はい、今日も、少し寒かったですけども、天気が良かったですね。今日の朝はですね、楽しい放送ができました。ちょっと転びましたけどですね、怪我しませんでしたね。はい。はい、はい、こんばんは、こんばんは。はい、こんばんは。そうですね、12月8日、だいぶ12月もですね、半ばに近づいておりますが、そうですね、はい、ボーンアゲンさん、ハレリア、こんばんは。こんばんは。今年はですね、12月20日の日曜日にですね、クリスマス礼拝をする予定です。25日が金曜日ですから、その前の日曜日というと20日になっちゃうんですね。で、20日がクリスマス礼拝をする予定です。20日の日曜日、朝10時半。あ、ゆいさん、お茶ありがとうございます。いよいよ2015年もですね、あと3週間ぐらい。3週間ちょっとぐらいになってきました。ちょっとね、複雑な気持ちですね。複雑な気持ちなんです。まあ、リバイバルを期待しておりますので、もう今年、あと3週間しかないので、3週間の間に、何かが起きてほしいと、リバイバルの兆しが見えてほしいと思っております。はい、スヌーピーさん、こんばんは。スヌーピーさん、こんばんは。まあ、来年リバイバル期待しますけど、まあ、今年もまだちょっと残ってます。来年も期待しますが、まあ、どちらにしても期待しています。今年にしても、来年にしても、リバイバルを期待します。失望しません。皆さん、信仰というのは、失望しません。信仰というのは、最後まで信じることですね。最後の最後まで信じる、信じ抜くと言ったらいいでしょうか。リバイバルが来るまで信じる、再臨が来るまで信じる。私たちは、
まあ、生きてる間に再臨が来るかどうか分かりませんが、再臨はですね、私が生きてる間に来てほしいですが、皆さんが生きてる間に来ると思います。でもリバイバルはもっともっと早く来ます。ボアゲンさん、リバイバルを信じて諦めません、アメン。諦めるどころか、ね、諦めるどころかますます。ノラさん、はい、こんばんは。諦めるどころかますます燃えていきます。ます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 、信仰は燃えます、アメン。ぜひ皆さん一緒に期待していきたいと思います。一緒に燃えていきたいと思います。私たちは、そのイエス・キリストに会って、信仰が与えられました。そして信仰によって歩んでいます。信仰によって歩んでいます。今日ちょっとですね、あのプレゼントがありまして、まあ、この、リーハイバレージャパニーズミニストリーというところからいつもいい、動画があるんですけど、今日も一応貼っときますので、まあ、後で見てくださいね。後で見てください。これはですね、魔術師がですね、クリスチャンになった証、ね、ある、黒人の魔術師がですね、すごい内容なんです。すごい内容で、もうびっくりするような内容です。もう本当に、悪霊がいるということがはっきりわかりますね。はい、シモンさんこんばんは。シモンさんこんばんは。その麻薬とかですね、麻薬とか、そうですね、いろいろな犯罪は、本当に悪霊と関係があるんだ、悪霊と関係があるんだ。ごめんなさい、ツイキャスの方々の方にはちょっとプレゼントを送りにくくてごめんなさいですね。すいません。はい、あのどうしたらいいかな。はい、魔術師がクリスチャンになった証、ものすごい証ですね。本当に、怖い証、怖い証なんですけど、まあ、後で見てくださいね。今ちょっと放送中なので。はい、それではですね、タイトルに行きたいと思います。タイトル、今日のタイトルは、愛は強制されてではなく自発的でなければいけない。愛は強制されてではなく自発的でなければいけない。神様は私たちを自由意志を持っているものとして作られたんです。私たちはですね、自由意志を与えられているんです。神様は私たちをロボットに作らなかったのは、ロボットというのは自由意志がなくて、その命令にただ従うロボット、命令に従うロボットならば反抗したり、ね、この裏切ったりしないかもしれません、悪いことしないかもしれません。しかしもしロボット、神様がロボットを作ったならば、ね、それは、本当にこの、なんて言ったでしょう、人格と人格の関係ではなく、あくまでもこう対等ではなく、なんかしもべという感じですよね。まあ犬にもですね、犬にも獣医師があるかもしれませんが、しかし犬はですね、まあおおよそちょっとこのロボットというか、ちょっとこう紐をつけてですね、紐をつけて散歩するときに引っ張っていきますから、犬はですね、自分で好きなところに行けないわけですね。こっちにも貼ってください。貼りたいんですがね、どうやって貼ったらいいのかな。もし両方見てるエイジさん、エイジさんよければですね、もう一度お願いします。
エイジさん、もしよければツイキャスの方に貼っといてくださると嬉しいですね。じゃあニコ生の方にちょっと貼りますので、もしよければツイキャスに貼ってください。 ありがとうございます。ボアゲンさん貼っていただきました、ね、ありがとうございます。まあ、そういうわけで犬はですね、ある意味では人間の、なんて言うでしょうかね、人間の命令に従う、まあ、従わない犬もいるかもしれません。およそ人間が命令してですね、犬は、従うわけです。で、ほとんど当然人間と犬は対等ではないですね。Qちゃんの弟子の岡田です。あ、岡田さん、はい、はい、岡田さんですね、はい、アメン、アメン。そしてその犬はですね、当然この人間のまあしもべみたい、ペットですね、ペット。ところが人間と人間の関係は、そういう動物との関係とは違います。私たちは、人間と人間は人格と人格の関係でなければなりません。神様も人間をそういう人格と人格の関係で、関係が欲しいのです。ですから、アダムとエヴァが、ね、一応善悪の知る木の実を食べてはいけないと神様は言いましたけど、しかしそれは強制ではなく自由意志を与えたんです。つまり神様に従う意志、またはして強制されて信頼の中で、信頼関係の中で、その自由があったわけです。そしてアダムとエヴァはその獣医師のゆえに、その、まあ、特にエヴァが最初ですね、誘惑されて食べてしまいました。それは、その食べれないという強制の中にあったのではなく、食べないこともできるし食べることもできるという獣医師の自由の中に置かれていたんですね。しかし獣医師というのは、責任が伴います。アダムとエヴァはその食べるという、自由があったんですが、しかしその食べることの責任を取らされて、エデンの園から二人は追放されました。そして皆さん、アダムとエヴァだけじゃないんです。アダムとエヴァだけじゃなくて、私たち一人一人、一人一人がですね、その獣医師を持っているんです。私は皆さんにイエス・キリストを信じることをお勧めしていますが、もちろん強制できませんね。皆さんに信じるという強制はできません。信じるようにお勧めしています、勧めています。そして信じる信じない自由が皆さんにもちろんあるわけです。信じる信じない、自由が、皆さんにはあります。そしてその自由の中で自発的に信じることができます。クリスチャンは、十字架を見て、イエス様が私たちのために死んでくださったその十字架を見て、私たちは強制されて信じたのではなく自発的に信じたのです。自発的に信じたのです。自由意志があって私たちは自発的に信じました。神様が欲しいのはそのような自発的な信仰、自発的な愛、私たちのその十字架を見せてください。神様が欲しいのは皆さんの自発的な気持ち、自由意志による、皆さんの自由意志による、信仰を求めておられるのです。そして神様が私たちを愛してくれたのは当然自発的な
神様の自発的なものであり、また私たちが、愛し合うことも、私たちが兄弟姉妹として愛し合うことも、これは強制されて愛し合うのではなく、自発的に愛し合うのです。自発的に愛し合うのです。この世はですね、この世は、愛してくれ、その愛してあげるから愛してくれ、昨日もちょっとやりましたね、見返りの愛、見返りの愛で愛してくれないと愛さないぞ、くれないとあげないぞ、皆さん、それはギブアンドテイクは、その自発的ではないんですね。この世はですね、そのように、自発的ではないのです。この世というのはギブアンドテイクだったり、強制だったりします。しかし神の国は、神の国は自発的な国です。神の国は自発的な国です。強制されて何かするのではありません。自発的な、善意、自発的な神の愛、自発的な思いで、私たちは愛し合います。そこに大きな違いがあります。じゃあちょっと皆さんにですね、皆さんにちょっと私は何かを言いますが、それが強制だったらどうしましょうかね。強制だったら×ね、自発的だったら丸を書いてください。書けるかな。強制的だったら×、自発的だったら丸を書いてください。いいですか。 いきますよ。はい、何がいいかな。まず、簡単なやつからいきましょう ね。簡単な、はい、税金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 ×ですね。はい、それじゃあですね、IS はどうでしょうか。 ISIS ともいいかな。 ISIS、 まあ ISIS は強制ですよね。 ISIS は脅し、まさに悪魔の国ですね。悪魔の国ですね。怖いですね。もう強制もいいとこですね。強制もいいとこ。脅し、脅しのテロリスト。はい、パウロさん、こんばんは。はい。じゃあ次はですね、礼拝出席。礼拝出席。礼拝の出席は？はい、自発的ですね。だいたいリスナーは反対のこと、反対のことを書きますね。反対のこと。じゃあですね、はい、結婚はどっちですか。結婚はどっちですか。結婚、信仰結婚にしましょう。信仰結婚はどっちですか。はい、丸ですね。丸です。自発的です。はい、では次何がいいかな。ブラック企業、ブラック企業はどっちですか。ブラック企業、ブラック企業は、はい、強制ですね。罰ですね。ブラック企業、罰ね。それでは
親切はどうですか。親切、親切、親切。親切は自発的ですよね。強制された親切っていうのはなんか変ですよね。親切は自発的です。それではあと何があるかな。あと何があるでしょう。悔い改めは どうでしょうか。悔い改め、悔い改めはどっちですか。悔い改め、悔い改めは自発的ですよね。あの世の中でいう土下座っていうのはあれは強制ですよ。あの世の中の土下座っていうのはあれ強制ですから、だから土下座は強制だから良くない。わかりますでしょ。あのこの世でいう土下座というのはね、それは強制してやるもんですけど、あれは良くないね。しかし悔い改めは自発的ですね。皆さんやっぱりその強制は良くありません。強制は良くないけど自発的は OK ですね。もちろん自発的に悪いことをしてはダメですよ、ね。自発的に悪いことをしてはいけません。それではですね、次何がいいでしょうかね。次はいじめは何ですか。いじめ、いじめはどっちですか。いじめはどっちですか。いじめは強制ですよね。いじめは強制、強制的にいじめられる。パワハラも強制ですね。パワハラも強制です。だから皆さん分かるでしょう。その強制というのは良くないんだというの分かると思いますね。強制というのは暴力暴言も強制なんですよ皆さん。暴力暴言、あれは自発的じゃなくてですね、もちろんその暴力暴言を受けるということですよ。自発的に暴言暴力をするという意味じゃなくて、暴言暴力を受けるというのは強制なんだよという。だから良くないです、ね。だから強制されるというのは良くないということを理解してほしいんですね。で、そうですね。悪魔は強制的ですね。悪魔は強制的です。悪魔は強制的です。しかし、神様はその獣医師を尊重してくれますね。神様は獣医師を尊重してくれます。学校の校則も強制ですね。はい。そしてですね、その強制があると、ね、強制があると楽しくありません。人生はね、電動部屋を見ること電動部屋を見ることはもちろん自由ですね。自由意志自発的です。強制できませんね。電動部屋を見るのも当然強制しませんよ。強制できませんしね。皆さんは自由意志でこの電動部屋を見てるじゃないですか。だからいいんですよ。だからね、強制されてみなさいって言ったらもう見たくないですよね。見たくないです。あのパウロさんがあの日曜日の礼拝の中にね、オートバイは好きだったけどプロになったらつまんなくなったというのはやっぱりあの自由がなくなったからじゃないですかね。世の中は強制が多いですね。イエス様が必要ですね。アメン、アメン。まあ、プロになると強制が多くなるということでしょうかね。はい。そして、聖書にですね、ちょっとコメン聖書を読みますのでちょっと聞いてくださいね。ピレモンの手紙の
14節にこうあります。あなたの同意なしには何一つ住まいと思いました。それはあなた方がしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。パウロがですね、ピレモンに言ってる言葉なんですけど、あなたがしてくれる親切は強制ではなく自発的でなければならない。親切っていうのは強制されてすることではないんだ。自発的でなければいけないとパウロが言いました。もう一箇所ね、もう一箇所、第一コリントの9-16B から。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。パウロが伝道したのは自発的だと書いてあるんですね。パウロが伝道したのは自発的に伝道した。私もですね、このニコ生で伝道してますが、これ自発的です。誰かに強制されているわけではありません。私がニコ生で伝道していることも、これも自発的です。自由ですね。誰かに強制されているわけではありません。自由意でイエス様のために自由意で伝道しています。自由意で伝道しています。イエス様もそうなんです。皆さん、イエス様も皆さんの自由意志の愛が喜ばれるのです。イエス様も皆さんの自由意志が欲しいのです。皆さんの自発的な愛、自発的な愛、自発的な思い、自発的な良い行い、自発的な信仰、イエス様は皆さんの内側から来る聖霊による、聖霊様による内側の自発的な愛、自発的な従順、自発的な誠実、イエス様はそれを喜ばれるのです。それを喜ばれるのです。それを喜ばれるのです。強制されてではない、強いられてではない、いやいやではない、無理やりではない、喜んで従う心、喜んで愛する心、喜んで実行する従順、そのようなものをイエス様は求めているのです。皆さん、私たちはいやいやした信じているのではありません。仕方なく信じているのではありません。不本意でイエス様に従っているのではありません。十字架を見て喜んでイエス様に従っているのです。自分から出て、自分の気持ちから出て、自分の思いから自発的にイエス様に従っています。皆さん、それが喜ばれる心です。皆さんもぜひ、そのように喜んでイエス様に従っていきましょう。皆さん、それが尊いのです。それが価値があるのです。私たちも誰かに愛されたいなら、誰かにその何かをしてもらいたいならば、それを強制してはいけません、ね、押し付けてはいけません。無理強いしてはいけません。相手の自由意志を尊重して、その人の自発的な意志を持つように待ちましょう、ね。誰かに無理強いして何かを要求するのではなく、その人の自由意志を尊重して、その人が、ね、自発的に良いことをしてくれるまで待ちましょう。それが愛です。それが愛です。それが愛です。
私たちはそのように、お互いに自発的に愛し合う、愛し合いの仕方、互いに自発的に愛し合うということを、する愛し合い方をの国です。それが素晴らしいのです。素晴らしい、それが素晴らしいのです。教会は基本的には強制のないところです。教会には基本的には強制がありません。自由です。自由です。そしてその自由があるところに、喜びがあるのです。自由があるところに楽しみがあるのです。自由があるところに私たちの居場所があるのです。多くの人は、この世では居場所がありません。なぜかというと強要されるからですね、強制されるから。しかし多くの人は、教会で居心地がいい、楽しい、その少しでも痛いと、教会に痛い、解放される、それは教会に自由があるからですね。教会に自由があります。御霊のあるところに自由があると書いてありますね。御霊のあるところに自由がある。皆さん、神の国というのはそういうとこなんですよ。神の国はそのように、自由があるところです。そして私たちはその自由意志で愛し合う世界、自由意志で愛し合うということはどれほど尊いか、どれほど尊いか。皆さん、無理強いしてギブアンドテイクの世界、虚しいと思いませんか？なんかね、お金、皆さん、お金っていうのは自由意志じゃなくてまさに現金という感じだから、お金で何かしてもらう、それはやっぱり何か愛じゃない感じですよね。お金で、お金の世界というのはまさにそういう本当の愛じゃなくて、そのお金で無理やり何かさせるみたいな、ね、なんかお金っていうのは何かこう強制みたいな感じしますよね。だからこの世というのはお金の世界なので楽しくないんですよ。お金の世界で楽しくない、天国にはお金がないと思いますね。天国はお金がないと思います。なぜかというと愛の世界だからですね。愛のない世界、皆さん、そこにですね、この世と神の国のその大きな違いがあります。この世と神の国の大きな違い、それは、強制するようなギブアンドテイクの世界と、そして自由意志で自発的な愛の世界、そこに大きな違いがあります。どっちが楽しいですか？どっちが楽しいですか？もちろん神の国の方が楽しいのです。神の国で愛し合う世界、愛し合うということがどれほど素晴らしいか、愛し合うことがどれほど素晴らしいか、それは皆さん体験し始めているのではないでしょうか。それではですね、つのべいきましょうね。強制された生き方ではなく自発的な愛のつのべい、強制ではなく自由な自発的な愛のつのべい。
神の国を求めましょう。神の国を求めましょう。神の国を求めましょう。皆さん、私たちは、イエス様が求めていらっしゃるもの、イエス様の御心を行いましょう。イエス様の御心を行いましょう。それは私たちが、イエス様が愛したように愛し合うことです。イエス様が私たちを愛したように私たちも愛し合うこと、それが、神様の御心です。神様の御心です。神様の御心です。アメン、アメン、アメン。それではですね、証しタイムいきましょうね。証しタイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、十字架による自発的な愛し合うことはどれほど素晴らしいかということが分かった証し。イエス様の愛で、強制ではなく自発的に愛し合うことがどれほど素晴らしいことがか分かった証し。スタート、スタート、スタート。愛は支配しない、愛は育てる。ゲーテ。この嘘で自由になれた気がした。イエス様の愛ある光に生きる希望が持てました。自発的にこの放送を見て信仰コメを追ってます。本当の愛、愛って何だ。イエス様に愛されていることを知りました。この道で歩んでいきたい。ぬくもりを感じます。不思議な力で叶えてくれると思う。許すことをイエス様に教えられた。自由になれた。イエス様の自発的な愛で救われました。神の愛こそ真実だと分かりました。もがいて苦しんだ先に見えたイエス様の愛。肉的な愛はいりません。神の愛があるからです。強制じゃないからこそイエス様の愛が持てた。日本の強制連行には愛がないと思った。自発的に信仰をやってハレルヤ。いろんなことを踏み台にしてきたけど、なくしちゃいけないものがやっと見つかった気がする。今夜もイエス様のおかげで自発的に放送に参加できて感謝しています。おいらは生きる意味が分かった。自発的に韓国が好きになりました。本当の愛の意味を知り重荷が取れました。自発的な信仰コメ嬉しいです。やっと本当の自由が分かったよ。天皇制はいらないと思った。神の愛を知った。もう恐れがなくなった。もう恐れがなくなった。明日から生きていけると思う。生きることは素晴らしいと思った。やることはたくさんあると思った。
自発的にタバコをやめました。洗礼を受けた、やっとクリスチャンになりました。薄病が良くなったん。本当の愛を神に捧げます。強制されて働くより自発的にニートを選びました。強制社会から自由社会へ変わってほしい。イエス様を信じれました。この放送のおかげです。自発的に禁煙しています。サスケさん、神の愛を知るために生きているのだと思った。この嘘でクリスチャン気分になれた。以前は神を信じてなかった。今は神だけを信じている。旧牧師を超えて俺は自由になる。この放送で自発的にアルコールをやめて職務をやめました。日本には自発的クリスチャンが増えてると思った。この放送に出会って気づいたら優しくなってました。自発的に神を愛した。私が自分の全財産を人に施しても、もし愛がなければ一切は無益である。世の中にこんな愛のある放送があると驚いた。子供をチャーススクールに通わせることにした。アメン。私たちは自発的に信仰をやっています。俺っちも自発的に信仰したいです。この放送で早起きにできるようになった。謝罪も強制ではなく自発的に謝罪したい気持ちにさせることである。信仰コメントを見るといかに信仰の大切さがわかる。この放送には愛しかないと思った。全ての自発的ないい放送だと思いました。耳鳴りが治りました。隣人を自分のように愛したいと思いました。イエス様の愛に感謝します。油注ぎを受けてから信仰が強くなった。腸の調子が良くなりました。自発的に自家発に油を入れてます。この家族もこの放送を自発的に見てもらえるように、イエス様に守れている気持ちになります。
油注ぎを受けたとき、ものすごい幸福感に包まれました。それが油注ぎです。それが油注ぎです。牧師さん、こんばんは。今日もお祈りに来ました。アメン。天国ポイントが順調に溜まっています。愛ある放送、毎日ありがとう。油注ぎは本当に暖かくなりますね。イエス様の信仰は自発的で強制ではありません。愛さえあれば何でもできるってQちゃんが教えてくれたんだ。心が愛でいっぱいになった。私は何度も神に救われていた。目に見えない力が働いている。この配信で一層イエス様への信仰が強くなりました。イエス様への愛で満ち溢れています。イエス様が創造された自然はこんなにも美しいのか。イエス様が夢の中に現れるようになった。都会では信仰する若者が増えている。そろそろ大震災が来ると思う。私たちは自発的に信仰をやって天国スコアマックスです。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。今日も油注ぎで心も体もポカポカになりました。リバイバルは必ず起きます。神の存在を確信した。神様はいますよ。イエス様の本当の愛こそ真理、確信しました。霊的なお風呂に、油風呂に入ります。油風呂、霊的な温泉ね。油風呂はあまり入りたくないな。天ぷらになっちゃいますからね。やっぱり霊的な温泉の方がいいですね。スネーピーさん、神様に感謝します。今僕は愛ある放送に溺れています。両親が信仰を認めてくれた。嬉しくて涙が出た。アメン。アメン。霊的な温泉にみんなで入りたい。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。アメン。今日から油を注いでいきたいと思った。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、皆さん。サタンは強制します。サタンは強制します。IS がですね、人々を脅して強制しているように、サタンは強制します。日本の社会にも、ね、強制がたくさんあるんです。日本の社会にも強制がたくさんあります。その、パワハラとかパワハラとかいじめもまさにその強制の表れです、ブラック企業も強制の表れです、日本軍もまさに強制ですね、強制連行や慰安婦もまさに強制です。多くの弱い人たちが ありがとうございます。多くの弱い人たちが悪魔に強制されて、苦しんでいます。多くの人はその、悪魔の強制によって人生を、苦しんでいるのです。人生を苦しんでいます。そこには自由がないのです。自由がないので楽しくないのです。皆さんが、毎日が楽しくないのは自由がないからですね。自由がないから楽しくないのです。しかしイエス様は私たちにその、神の愛、神の自由を与えるために十字架にかかって死んでくれました。その御霊のあるところに自由がある。御霊のあるところに自由がある。イエス様は私たちに聖霊様をくださるのです。十字架はまさに私たちにその御霊をくださるための御業です。イエス様が十字架にかかってくださったおかげで私たちはその御霊をもらうのです。聖霊様をもらうのです。その聖霊によって私たちは初めて自由になるのです。罪から自由になるのです。悪魔から自由になるのです。あ、今まで悪魔に奴隷というのはね、奴隷というのは強制されてしたくないことをさせられることが、強制なんです。強制っていうのはしたくないことを無理やりさせられることです。それは悪魔の奴隷、罪の奴隷。皆さん、私たちは強制されていた奴隷だったんです。私たちは悪魔に強制されていた奴隷だったんです。しかしイエス・キリストに会って救われたんです。救われたんです。その悪魔の縄目が断ち切られて、鎖が断ち切られて、私たちは奴隷から解放されたんです。強制されなくて済むようになったんです。強制されないで私たちは自由になったんです。自由になったんです。私たちはイエス・キリストに会って初めて奴隷から自由なんです。奴隷から自由になりました。皆さん、私たちは信仰によって解放されたのです。自由になったのです。聖霊を受けて私たちは恐れから自由、心配から自由、憎しみから自由、怒りから自由、絶望から自由、生活苦から自由、あらゆる悪いものから自由になったのです。あらゆる悪いものから自由になったのです。プライドから自由、コンプレックスから自由、悪口から自由、愚痴から自由、その誹謗中傷から自由、悪意から自由、殺意から自由、ジェラシーから自由になったんです。
皆さん、私たちはありとあらゆる束縛から自由になったんです。神、悪魔から、悪魔の縄目、悪魔のチェーンが断ち切られたのです。十字架によって、十字架によって、イエス様の愛によって、さまざまな束縛から解放されたんです。皆さん、イエスキリストにあって私たちは自由なんです。解放されたんです。自由なんです。解放されたんです。皆さん、喜びましょう、喜びましょう、喜びましょう。イエスキリストにあって自由に行きましょう。アメン、アメン。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうだ、そうだったんだ、私は強制されてたんだ、強制されていたんだ、悪魔に強制されていたんだ、これからイエス・キリストを信じて自由になりたい、罪から自由になりたい、悪魔から自由になりたい、強制から自由になりたい、そのように思う方、アメンと言ってください。アメン。自由な人生、自由な人生、さまざまなネガティブから自由になりたい人、もう重荷から自由になりたい人、アメン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 。本当の自由、永遠の自由、永遠の自由、永遠の強制から永遠の自由、永遠の奴隷から永遠の解放。皆さん、永遠なんです、永遠なんです。罪は永遠ですから、許されなければ永遠の奴隷なんです。天の父様、あなたは悪魔の奴隷である人類を救いに来てくださいました。アダムとエヴァによって人類は悪魔の奴隷になってしまいました。しかし、その奴隷からイエス様が救いに来てくださいました。イエス様、今アメンと言った方々が救われますように、解放されますように、さまざまな、悪いものから解放されますように、怒りがなくなりますように、敵意がなくなりますように、その失望がなくなりますように、プライドがなくなりますように、いろいろな恐れがなくなりますように、サタンによって落とされた恐れ、サタンによって、その心配している生活苦、イエス様、解放してください。彼らを解放してください。イエス様、あなたが必要です、あなたが必要です。イエス様によってアメンと言った方々が解放されますように、生活が、生活なんから解放されますように、さまざまなネガティブから解放されますように、失望から解放されますように、自由を与えてください。聖霊の自由、聖霊の自由、全知全能の自由、神様の自由。イエス様、どうぞどうぞ、これから自発的に、自発的にあなたを信じ、あなたを愛し、自発的に隣人を愛するようになりますように、自発的に良い行いをすることができますように、自発的に悔い改めて、自発的に悪いことをやめるようになりますように、イエス様、祝福してください、祝福してください、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。大きな声でアーメン、大きな声で自由に、アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ。皆さん、自由です、自由です。皆さんは自由です。イエスキリストにあって自由です。おやすみなさい。シャロー。